取ります。そっち開けときなさいよ。ほんで、はい、どうしたらいいですか。そんなに一回言うてもできる。ちょっと待って、一回見て何も言うてない。玉ねぎを切らないか。玉ねぎを切ります。今日は、オムライスということです。前にもオムライス作ったけど、それ何回かに分けてで、すごい一つの動画としてできてなかったから、もっとズバッと切らないか。もっとズバッと切って、すてんと柔らかい気。あ、そう、柔らかいか、やっぱり。そっちはさあ、これで。いや、でも今日の荷物どういうことあるの、ね、当てにしとったのに、ね、何あの高知に着くはずが滋賀県に今届くはずの荷物がいる。しかもその連絡がない。どういうこと。どうしてどういうこと。言い方悪かったの。いや、そんなことない。もっともっとぐざっと、このぐざってどういうこと。こんなのは全部剥がないから、真っ白いのが着れるまで剥がないか。草っちゅう、草っちゅう、草っちゅうも食べるの。草っちゅうだし、真っ白いとこまで入って本音の通り、うちの。いや、なんかぐじゃぐじゃやな、これ。うちのは全部そうやからね。ぐじゃぐじゃやけど大丈夫。だから、白いのが全部まで入って。キノコ、それをするつもりじゃなかったきね。今日はおかずが来るというかやったき、何にもしないき。まあ、だからしょうがないやん。キノコがないき、それだけにしなさい。玉ねぎだけで作らないか。キノコで何ベーコンやから。なんでオムライスにキノコ入れるの。キノコとそれを入れたら。オムライスに。オムライスというか、炒めご飯みたいなが。え、オムライス作るんじゃないの。あ、それをきれいに洗おうて。きれいに洗おう。もし、どうやったかね。こうか、まず。こう切って。んで、こういって、串型に切る。そうじゃない、みじん切り焼き。みじん切り、みじん切りにするの。で、いつまでの切り方と違うやんだって。そりゃそうよ。え、それはそうって、いつもの切り方って言うね、今。物によって。物によって切り方が違う。それはいつものじゃないやん。どうするほんで。このライス焼きね。これほんで、こう切る。薄そうにもう小さに。切り寄りなさい。どうなんだったら困るやん。まあ、やっぱり何回かこうほら時間あるときはこう作り行きちょっと慣れてきたろうか。多少は上手になったね。なっちゃう、うん、なっちゃう。絶対一人ででも生きていける。最後の、まあ、一人で生きていくように頑張ります。いや、それはね、そういうことは絶対あるかやきね、うん、結婚したってあるし、うん、一緒にはあれ何があるか分からない。あ、なんか慣れてきたな。だから自分で絶対生きていかない。こう斜めにこうやってやっちゃったらなんかこう切る心配がない。こうサクサクいけると思ったらなんかこう変になってきた。それでね、あのフライパンは使えないけど、これ高熱でやらないかな。あれはほら生ぬるいかで蒸し焼きの時はええね。確かそんなことないじゃん。火の伝導率がいいんやから。結局はだから弱火でやってもその強火でやるのと同じぐらいいけるよ。ものすごい強火で最初くらいやらないかな。なんか全然このぐちゃぐちゃなんか綺麗になった。そうなったらね、そうなったらね、まだこれ大きすぎるきね。大きすぎる。ここを集めて、これで。それでやろうと思ったんやけど。なんかもう取ってやがった。ちょっと。ほんとはキノコは何でもあったら入れて。いや、ほんとオムライスにキノコ入れるの。まあ、話戻るけど。オムライス言うてもいろいろあらんで、しろ自己流。これだいぶいいんじゃないの。あのおばあちゃん自分が作るあの
既製品全然使わんのはね、うん、あのハム入れ、ロースハム、ハムとキノコ全然違うの、うん、けどキノコでもできるの、ほんで人が買ったキノコを入れてみてもいいな、うん、無理はこれいいんじゃない、もう無理言うのとはまだ違う、いやほんで次の工程を入れてくれると、ま、熱を熱通すで最初から火つけちゃったよ、あれ。じゃあ綺麗に集めるのなんや。綺麗に集めるってどうやって集めるの、こうやって寄せるしかない。包丁の。それが、完全に温まったら言うて、バターを入れる。温まないのが水がついて。今日は油食べてないっていうか何も食べてない。これきれいにのけて。はい。きれいにのけるってどういうこと？これをサラダって感じ。これだってこっちのスペースでできんから。だってきれいにしたもん、ね。これがついたらね、ハムじゃないか。こっちをのけてる、これをのけてじゃん。わからんわそら。どっちのこと言ってるんやろから。自分で考えなさい。いや、分からんそれは。のけててここ使うからこれを寄せてって言うてるの。どれくらい出るか分からんの。これくらい？それ少ない。そのくらい入れる。まだ入れられんで。あ、そう。完全に温まって。もう温まってるんじゃないか。温まるだけでいかん。あとね、ジューンというくらいに温まる。ジューンというかどうかって水入れに分からんけど。ピッて言うたら何今の。エリンゲみたいなの小さに刻んで入れてもええかい。エリンゲ、エリンゲ、キノコのエリンゲ何言うかね。俺もこう使ってくれんから、もう俺が使うの。これでやってくれねえか、いいか。いや、これ痛まんから、もういやけど。だって俺が使うから、んな使わんもん、これ綺麗にあろうて、綺麗に、また綺麗に拭かない感じ。だって俺が使わんと、使わんもん、せっかくこうだね。たまになっちゅう意味が、たまになっちゅうのは、これ挟むろ、こう入ってしまうろ、ほんで、そういうときはこれじゃなくて、使わんのよ。だって、使わなかったらいいんだよ。これの中入るじゃんか。でも、入れていいですか、また。まだ、完全に温まってから。もう温まってるやろ。入れていいの？入れたらいいの？ほら、もうええやろ、ほら。ほんで、くるくる回して。ほらほら見てたから言うたのに。カッシャと。カッシャと言うか。カッシャと言うたら聞かないの。はい、入れた。はい、それまでて。火の加減見なさいよ。火の加減って どれぐらいの加減でいいか分からない。気づかったら真っ黒な。あ、強火よ、これ。弱火見てね。弱火？おばあちゃんが耐える火を見ながら来る。今言うじゃない。これずっと混ぜたいの。炒むってどこでわかるのか。色が変わってきたら。食べれるような感じにしんなりして。食べれるような感じで玉ねぎ生でも食べれる。あ、そう。そんな生。な。気がきついんじゃない？わからん。パッと出る。あれねねね。鳥行き名前を言わんといてください。いやいや、やるって。これ何？それ。ほんだけにこれ、きついひんだよ。何それ？ソースよ。何のソース？ケチャップ？それ。ケチャップの代わり。ケチャップの代わりって何か、既製品も何かを言うてくれるとわからないよ。え、オムライスを作るって言うて、純粋にオムライスを作りたいんやけど、ここまでやったき。まあ、な何かわからんの使わず。同じやいか、さっきそれを入れて。違う違う、同じってそれ何かわからんやん、だって。だから。ケチャップの代わりよ。いや、代わりじゃ分からんからケチャップにしたいというのを。代わりじゃ分からんから。ケチャップよ、これ。ケチャップよ。いやいや。ケチャップなの。なんかすごいんだ。
味かもしれんけど。じゃあ、これそれも何かわからんから。同じか。いや、同じっていうか。味が違う。いや、だからそれを、既製品のやつを見せて、何かを見るから。ミートソース。見せてて、既製品のやつを。ミートソース。違う。これじゃわからないから、既製品のやつを見せてという、そのものを。ルナ、読んでやりなさい。はい、それ入れないちゃんと思う。甘辛ミートソース。これ入れんと。下味用小袋ソースとミートソース。全然違うやん、ケチャップと。まあ、ケチャップの代わりよね。これを入れるんやね。入れて。下味用ミートソース。だから、ケチャップの代わり。ケチャップじゃないやん、じゃあ、やっぱり。わからん、おばあちゃん。初めてやつ。わかりません。ご飯入れない感じ。気をつけなさいよ。使ったら動けるぜ。気をつけなさいよ。わからんもんだって。ご飯どれだけ食べるか。いや、それほどいらんで。もうお茶碗いっぱいまで、こんなに食わん。あ、これ、待て。こうやってほぐしながらね、食べる。結局、ケチャップじゃなかったよ。ケチャップをおばあちゃんはその代わりに使いよろ。知らん。ケチャップのお味が違うと思ったらええわね。赤いからケチャップ。デミグラスソースとしたもんかじゃん。ミートソースじゃなくて。分からん、まあ、おばあちゃんはその冷凍食品はあんまり使わなきゃ知らん。これは完全に炒まっとったね。何がこれってどれ。玉ねぎ。埼玉町のここまでやったら、まあやってもらいや。水止めてよ絶対使わんなったら無駄に使わんとして。はい。これで足りる。足りる。食べて味を見てごらん。この中に。あ、まあ、すすそうかなかないとそのまま口つけるやろ。おいしそう。おいしそうね。あ、卵が割り落とした。いや、ほんで食べるいう話じゃなくなってて。あのね、かせかせ。こうやって食べたら熱い。違う。うん、美味しい。いや、そうなんだ、よかった。食べてみる。そんなに美味しいかりそう。美味しい。美味しっかりそうだな。そうやね。ほら、もうちょっとご飯入れな。あらんことない。あの、あ、味が濃いのない。あ、美味しい。もうちょっとご飯入れたらええ。だからそんなにご飯入れない。残ったら、残しておきなさい。これでいい。味がきついことない。これでいい。ほんならね、もう一回固めて、そこで卵入れる。はい、きれいに固めてよ。こういうふうに。こういうふうにって。もう薄焼きにしようか。その方がマシ。きれいになると思う。それ要点はあったわ。ちょっと。いや、要点というかやってみるとできんやん。そもそも。それいかが下の焦げ中心、卵がきれいに焼けんと思う。だからそれも教えてもらおうてやらんとできんやんかという。おばあちゃんはそんなにならん。焦げて。ほんでまあちょっとやり方を言うてみてやるから。違う。これ完全にのけてくるの。卵がまずきれいに固めてて、うん、きれいに力を入れて、うん、卵が流し込む。玉ねぎだけやん。これベーコンも何も入ってる。ベーコンでも入れたらよかった。本格的じゃないけど、うん、ベーコンは入れんのね。ハムじゃない。あ、ハムか。ハムやん。ハムでも入れてなかった。それ薄焼きにして上置いたマシやと思うけど、まあどうするかわからないけど、とにかく言うてくれないと。下を火を見よらな。きつかったら火きついて弱火やから、これ以上きつい目標もない。この火の間に焦げるんじゃない。だって弱火はもうこれ以上。じゃあ止める火を。で割るで。
2つ、はい、はい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 ブラックペッパー、ブラックペッパーも入っちゅうじゃん、これ、うん、いや、ブラックペッパーも入ってるって、うん、だから言うてる、はい、普通にかぶせた方がやりやすかったかもわからん、ご飯がいやいやいや、やるからね、俺が混ぜたりもするから、さあなんと、さあ、やるとって言ってたから、もうやるって言うてるちょっとこれ塩ってあげる、いや、塩ってあげるじゃない、俺がするってほら、ほら、焦げるんでしょ、ほら卵これ焼けんのねこれはもう難儀すると思う、こんなに濃かった、知らんだってそんな言われた通りにやるだけ、これはこれ食ってひっつくと思う、いやほんでどうしたらいいの、ここへね卵入れるやろ、うんうん、入れてこれを置いて包むの、うん、もうね、やってくる、だからどうしたらいいの、そうやってずっとされたらできんやろ、これちょっと、うん、ほらどうやって、箸で包むわけ、ふーっと入れて、今入れていいの、どれくらい全部入れるの、そう、一回、ね、全部入れるの、そうよ、もちろんが、ちょっと緩かった、いやいや、自分でやってるこれを、ね、俺触ってないもん、触ってないもん、俺怒られたちこれ見よりなさいよ、いや、どこ見よったね、日を見よったね、のいいというか、ここどこ、いや、それ分からん、どこ見てるのか言うてくれると、ここでじーっとしとったら、あの焼けたところと生とで、俺あんまりこう、卵焼きたくないからね、どのぐらいか、ちょっと待って、これマヨネーズ入れたらちょっと美味しかったので、多分ふんわりだって、ちょっと待って聞いてない、ちょっとこれ忘れちゃったか、薄くにやらないかな、いやでも、もう固まるからもうそれぐらいで焼き、俺やるからね、ちょっと待って、その辺がひっつかんよ、だからこれくっついてくれる、聞きながらやらんとできんやろ、だから教えてもらいながらやらんと、せっかくやるんできんやん、ちゅうくんはいい、はい、ちょっと待って、ちょっとのいてくれる、そこで、そういうか、これを何、こう、こっちに、こっちにこうやってやったらいいの、おばあちゃんも反対にする、え、どういうこと、反対ってどういうこと、ご飯もこ、ご飯じゃない、卵をこうするだけ、まあ、こっちの方がしやすいと思うから、どっちの方でこれをこうやった方が、これをこう入れるわけ、うん、入るわけないのがぐちゃぐちゃになるやんかな、けどその方が開けやすい、向こうかぶせて、かぶせて、かぶせるってどうやって、これをこっちかぶせて、卵、卵をどうやってかぶせるの、上かぶれない、こっちに、みんな強すぎたね、どっちかぶらんが、こんなやってくれ、すっとそれでよ、かぶらんやんか、ほら塩がないわね最初からなんでいつもと違うやり方になったの、そもそもたまたまこのミートソースこうちょっと、いやいや、そうじゃなくて、いつもこんなやり方でやりやせんかったやん、そもそも、いや、だってミートソース使うのは、いやいや、違う違う、こういうやり方でやりやせんかったやんか、で、どうするのこれ、ずっと言ったら焦げる、もうこれ入れない、どうやってひっくり返すの、ひっくり返して、あんたは全部焦げつかしてるって、どうしたらいいの、え、これでこうやってやってごらんよ、え、これでそうやった、どうやるんよ、じゃあこれはもう
え、一緒やね。いえ、結局それやろ。もう知らないね。これでやったね。できたでしょ。できたよ。できたでしょ。ねえねえ。これ綺麗にちゃんと肩をつけたら。わらはれ。その後ろに上手になる。あのね、火加減が全然できてなかった。君とってもわからんけど。はい。もっと綺麗に。いや、これ味が出んやん。はい、できました。オムライス風。オムライス風。味は美味しいと。匂いがいいんで。いいよ。おかしい。おばちゃんもこんな作ったことない。じゃあなんで作ったことないようなやり方教えるの。いや、こんなオムライス作ったことない。